サムスンで展示されている復元船バンドゥルマはイギリスで建造されギリシャ、トルコで運航された可客船。トルコ時代の1919 19年5月、ムスタファケ・マル・アタチュルクが第9軍視察官として軍の参謀らと共にイスタンブールからサムスンまで乗船したことで知られる。バンドゥルマは1878年にスコットランドのグラス越しにある。 マックイン・タイル・ペイズリー・ヒューストンカルデット造船所で21番目に279エイトンの価客船として建造された。この船舶の最初の所有者であるデュセイロビンソン社によってトロカデルトという名で5年間運用され、その後1883年にギリシャのエイチプシチャプレウス社に売却された。キュミという名でロンドンにあるピール港に登録された。 1890年に、エイチ・プシチャプレウス社から、ギリシャの船長、アンデリー・イーディスに売却した。1891年12月12日の事故の、結果、沈没したが同年内に引き上げられた後、イスタンブール・ラマ・デラシモ社に売却され、クイムという名で、イスタンブール港に登録された。1894年、当時の海洋管理局に相当する王室管理部に開港され、 トルコ国旗が付けられ、パンデルマと解消された。マルマラ海沿岸において、テキルダー、ミューレフテ、シャルキョイ、カラビが、エルデッキ間で旅客及び貨物航路に運用された。1910年10月28日、王室管理部は法令を変更して、オスマン帝国交通局が創設されると船舶は、パンデルマと解消され、定期便として運用されるようになった。 1919年5月19日、ムスタファケマルと兵士たちをサムスンまで運んだ後、再び定期船として継続されたが1924年にトルコ海洋局によって運用停止にされた。1925年にはオズマジュイルハミという名のトルコ人実業家に売却され、4ヶ月のうちに廃船として解体された。バンドルマ号のメルシン市海洋博物館で、 展示されている模型。バンデルマはトルコ共和国史において重要な意味を持つ。ムスタファケマルはメフメト6世の命令によりオスマン帝国軍の解体過程の調査と治安維持のため任務を与えられ、第9軍視察官の任務と本質でイスタンブールからサムスンにバンデルマにて遠征を行った。1999年にサムスンにおいて レプリカを建造するプロジェクトが開始された。2001年に完成したバンドルマのレプリカは2003年5月18日に博物館として開業した。ありがとうございます。